大臣の問責に値するかどうかについてはですね、慎重な吟味が必要ではないかなと思いますので、まあ、少しですね、成立を遅らせる効果を狙っているのかと思いますけれども、ただ、この会期末におけるですね、年中行事のような形であることは、あまり国民の理解が得られにくくなってきているのかなという気はしますね。ただこれは与党側にも問題があって、2023年6月6日、玉木代表は立憲民主党が斉藤法務大臣に対し問責決議案を提出したことに関して質問を受けました。立憲民主党は今国会で財務大臣の不信任決議案、参議院委員長の解任決議案をそれぞれ提出していますが、いずれも反対多数で否決されています。こうした立憲民主党のやり方に対して玉木代表は年中行事のようなやり方と揶揄しました。その会見の様子をご覧ください。先ほど立憲民主党会派が参議院に斉藤法務大臣の問責決議案を提出しました。この提出したことに対する受け止めと、参議院の話ではありますが、国民民主党としてどう対応されるお考えかお聞かせください。はい、先ほどですね、参議院の法務委員会の担当であります河井参議院議員とも話をしましたけれども、すで、に参議院での審議は衆議院の審議時間を超えているということ、そして大阪のですね、入管におけるお医者さんの問題なども一つの理由になっていると聞いてますけれども、これは立憲民主党の寺田学筆頭理事もですね、もう実は2月の時点から、立憲民主党の幹部もこれを把握していたということをツイートしておりますので、その辺の事実関係はどうなっているのか、そして参考人についてもですね、柳瀬さんを、政府の参考人として呼ぶことは反対だけれども、参考人としてですね、政府の代表ではなくて呼ぶことについては、これはオファーもしているけれども、それをですね、必ずしも立憲民主党が飲まなかったという話というふうに聞いておりますので、果たしてその大臣の問責に値するかどうかについてはですね、慎重な吟味が必要ではないかなと思いますので、早急に参議院側からの意見もよく踏まえた上で我が党の対応を決めたいと思いますが、ただ立憲民主党さんもあれですよね、共産党さんと一緒じゃなくて単独でされているということなので、各党の理解がどれだけ得られているのか、そういったことも含めて慎重に対応を吟味したいと、そう思います。不信任決議案ですとか委員長解任決議案、あとは大臣の問責決議案などをたくさん出す立憲民主党のやり方には時代遅れだという批判もありますが、この点はいかがでしょうか。だから中身でですね、その委員長の解任決議を出して大臣の解任決議を出してっていうのは最近でも同じようなことがありましたけれども、少しですね、成立を遅らせる効果を狙っているのかと思いますけれども、ただこの会期末におけるですね、年中行事のような形であることは、あまり国民の理解が得られにくくなってきているのかなという気はしますね。ただこれは与党側にも問題があって、いわゆる政調の事前審査制というのがあるので、もう国会に出てきた時点でとにかく与党は賛成、野党は反対という形にならざるを得ないのと、あと会期制を取っているので、会期が終わったらもう原則廃案なので、いかに廃案に持ち込めるかということで頑張るという、その意味では従来型の手法を取らざるを得ないというところは理解するもののですね、なかなか国民の理解が得られないのかなという気はいたしております。例えばですね、私の所属している憲法審査会はいろんな議論をするんですが、その基本的にその前の国会でやった議論がそこで終わりってことじゃなくて、基本的にそれを継続していくっていうですね、文化と慣習があるんですね。というのはやっぱり憲法改正の問題などは一国会で区切るものではないので、それを長い期間かけてやっていこうという、そういうルールを憲法審査会で決めてますので、
だからまあ各委員会もですね、非常に重要な法案であればですね、原則国会が終わったら廃案というルールそのものを見直せばですね、この年中行事のような解任決議や不信任というのはですね、減っていくのではないかなと思いますね。いかがでしたか。玉木代表は制度上の観点から立憲民主党のやり方に一定の理解を示しつつも国民の理解は得られないとしました。対策として憲法審査会のように会期をまたいで法案を議論するようなルール作りを提案しています。皆さんはどう思いましたか。感想をコメントしてくれたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。